参考、鳥山赤縁、百吉連れ,れ袋にある妖怪、角田らいすすぎ。水木しげるの著書では、角腕、すすぎの解説の挿絵としてこの画が用いられている。角腕すすぎは、美の国の妖怪譚。その昔、ある年の盆のこと。ある長者の元を山奥に住むという武士が訪ね、客を招待すると言って二十人前の前腕の釈用を申し入れた。長者は、 相手が武士なので、断った時のことを恐れ、湾を貸した。しかし湾が返却されることはなく、それどころか毎年お盆の度に、武士は湾を借りに来た。不思議に思った長者は、人を雇って、武士の後を追わせた。武士は、山奥の池にやって来て、湾を抱えて、水の中へと姿を消した。武士を追っていた者は驚きながら、長者の元に帰り、ことの次第を伝えた。 君悪く思った長者は、次に武士が湾を借りに来た時に一景を暗示、禅に縫い針を刺して貸し出した。するとそれきり、武士が現れることはなかった。主人はまた人を雇って、あの池を見に行かせたところ、水中には顔が湾の化け物がいたということだった。それ以来、長者たちは決してその池に近づかないようにしたという。この妖怪譚は、妖怪漫画家。 水木しげるの著書、水木しげるの月物百回にあるものだが、一時出点となる古典などの名称は挙げられていない。ミノにはこの妖怪誕と告示したワンカリブ氏という伝説があり、あらすじはほとんど同一だが、池にワンの化け物がいたとの記述はない。ありがとうございます。